私たちの身の回りにあるものがどんどんデジタル化されています。例えばレコードから CDA、 さらに手紙から電子メール、そして今までたくさんあった VTR、 こういったものが動画配信という形で変わっています。すなわち世の中にあるものがどんどんデジタル化されている。これからお話しする地図の世界もその一つです。地図は人の歴史とともにあったと言われます。それは文字よりも古いとも言われているわけですね。その地図は石や木やそして布、紙が発明されてくると、今度はですね、大量の紙に印刷あるいは描かれてきました。そしてそれらは本という形になって、地図帳、これが世界中でたくさんですね、あちこちでこうした地図が作られていたわけです。地図は私たちにとって人と人のですね、コミュニケーション、これをですね、つなぐ大事な道具です。そうした地図が今私たちはですね、ファイルとして、そして CD、 さらに DVD という形でですね、流通するようになったのです。そしていつの間にか紙地図というものが消えて、どん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 デジタル地図というものがですね、私たちの身の回りにあふれるようになったのです。こうした地図というものはですね、最近たくさんですね、進化しましたけれども、もともと地図というのは飛行機を飛ばして地上の写真を撮り、そしてそれをですね、地上で調査をして製図をして紙に印刷、こういう時代が長く続きました。しかし現在は宇宙から、そして飛行機からレーザー光線を地上に当てて、そしてそれらはデジタルで、皆さんが持っているスマートフォンやタブレット、そして PC、 こういったようなものにですね、地図を表示する、そうした時代に今入っています。現代の地図はですね、今言ったようにスマートフォンやタブレット、そしてそこにですね、位置情報、私たちは今どこにいるのか、こういったものを組み合わせてどんどん地図が作られています。例えば自分がいる場所、友達がいる場所、道路の渋滞情報やですね、混雑情報、さらにはこれからいつ雨が降ってくるんだろうかといった雨雲の様子、こういったリアルタイムのですね、情報がどん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 地図化される、そうしたですね、時代に私たちは生きているわけです。そしてスマートフォンに代表されるように、そうした地図をですね、私たちはどこでもいつでも持ち歩ける、そうした素晴らしいですね、世界にいるわけですね。